すいません。悪いんだけど、最近疲れ気味でね。話なら他でしてくれないか？すいません。はい、何でしょう？三島の中国人を探してるんですが。三島の？三島なんてよくご存知ね。ええ、アジイチの東おじさんに聞きました。こちらに伺えばわかると。そうですか。うちの主人、三島の料理人だったんですよ。ご主人が？ええ、もう亡くなりましたけど。じゃあ、三島の人は？主人はもういませんから、他の方を紹介しますよ。なんていう人なんですか？ A さんと Go さんです。 A さんと Go さん、二人とも製鉄所に勤めてるけど、元三島の人よ。どこに行けば会えますか？夜は二人で飲み歩いてるようですから、多分この辺りのバーにいるんじゃ。行ってみます。ありがとうございました。ちょっと今用があるから、話は後でね。はい。それじゃ。わかりました。西条さん。お、りょう。 A さんか呉さんというお客さん来てませんか？何？私 A だが。私呉ね。あら、りょうちゃん。あけみさん。早速ですが、蘭亭という中国人に心当たりありませんか？蘭亭？知らないな。私も知らないね。元三島の A さんと呉さんなら何かわかると言われてきたんですが。ほう、満腹券で聞いたね。山本さん覚えててくれたか？山本さん、口元のほくろが色っぽい。いいね。山本さんの紹介なら協力しよう。私たち昔仕立て屋の修行した三島。でも向いてなかったね。今は製鉄所で働いてる。もうずっと横須賀に？うん、今円高ね。でも中国で働くよりずっと儲かる。あと5年、日本で頑張って中国に帰って家建てる。そうですか。どうも。あの、まだ未成年でしょ。皆さんが心配してるよ。わかりました。あの、こーら、りょうちゃんにはまだ早いの。わかる？わかりました。あの、まだ未成年でしょ。皆さんが心配してるよ。わかりました。あの、いいか、りょう、わかります。あの、それで。ああ、三島の話だったね。ドブ板の三島の中じゃ、リュウさん一番中国人に詳しい。キュウリ発展のリュウさん、昔は仕立て屋やってた。私らの師匠。
ここのとこ店閉まってたけど、やっと開く言うてたね。わかりました、ありがとうございます。レオ、よかったな。ええ、どうも。あら、レオちゃん。龍理髪店ってどっちでしたっけ？ここはお酒を飲むとこ。髪切りたいんならドブ板の奥か入り口に行きなさい。わかりました。